よいかの？チチタン、いつも人間モードなのに珍しいですね。今日はお忍びなのじゃ。お忍び？実はお主にプクタンの秘密を探ってほしいのじゃ。プクタンの秘密？私たち妖精は人間モードになると元の姿の影響が何かしら出てしまうのじゃ。例えば私は体から胞子が出たり、出汁が取れるキノコ体質。でもプクタンの体質は謎なのじゃ。知りたいのじゃ、秘密の体質探っといてほしいのじゃ。わかりました。私も知りたいです、プクタンの秘密。というわけなんですが、こういうことはカピョンさんが得意そうかなと。ぴょぴょぴょ、ま、助言をしてやらんこともないぴょん。まずは一日人間モードでいてもらう自然な理由が必要だぴょん。どうすれば。ぴょ、じゃあこんなのはどうかぴょん。姉妹が欲しくなったので、一日妹役として人間モードでいてもらう。その名も、仲良し姉妹作戦だぴょん。それだ。作戦内容はこうだぴょん。ぐにゅ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 ぴょん。人間モード。まなみの妹、喜んでなるぎゃ。プクタン、かわいい妹よ。プクタンの秘密の体質、暴いてみせます。チチタンの話では、今までいつも一緒にいたけど、一度も秘密の体質が現れることはなかった。つまりこちらから何か仕掛けないとダメってことです。わわきわき、すきあり。何するんだぎょ。姉妹はじゃれ合いっこするものなのです。そうだったのかぎょ。くすぐりは話と。ぎょぎょ、これも反応なし。ぎょぎょ、これもぎょぎょ、これもぎょぎょ、全く反応なし。こうなったらカカピョンさんが言ってた作戦を。プクタン、お姉ちゃんと一緒にお風呂入ろう。ぎょぎょ、脱がす作戦です。お風呂は、その、この困った反応、これは秘密があることだ。プクタン、私たちは姉妹、何も恥ずかしがることはないのです。でもお姉ちゃんに任せなさい。背中流してあげるね。あれ、急に餃子の匂いが。実は僕、体から餃子臭がする体質なんだぎょ。だっていつもはそんな匂いしないような。ピンチョータンの妖精にもらった魔法の消臭パウダーを毎日振りかけているんだぎょ。衝撃の事実、つまり体を洗ったからパウダーが落ちたと。恥ずかしいぎょ。とうとう、プクタンの秘密ゲットしました。チチタンの狙いを。あ、バブア、マナミ、マナミ、マナミ、しっかりするぎょ。マナミ、あれ、私なんで裸なんだっけ。マナミ、よかった、気づいたぎょ。
プクタン人間モードに。まさか記憶が飛んだよ。こうしてプクタンの秘密は再び闇の奥へ。プクタンの秘密は一体何なのじゃ。どうでもいいぴょん。そういえばお主の秘密の体質は次回のボイスコミックもよろしくだっ